報告を求めます。総務委員長、石田紀俊君。ただいま議題となりました承認案件につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本件は日本放送協会の令和3年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会の承認を求めるものであります。まず収支予算は一般勘定において事業収入 6,900 億円、事業支出 7,130 億円となっており、事業収支における不足230億円については、財政安定のための繰越金の一部をもって補填することとしております。次に、事業計画は東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関する放送サービスの実施、訪問によらない効率的な営業活動の推進、グループ全体での業務の見直し及び組織の効率化等に取り組むこととしております。なお、この収支予算等について、総務大臣から引き続き経営のスリム化に徹底的に取り組むとともに、受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取り組みを進めることにより、収支均衡を早期に確保すること等を求める旨の意見が付されております。本件は去る3月17日、本委員会に付託され、翌18日、武田総務大臣から趣旨の説明を、日本放送協会会長から補足説明をそれぞれ聴取した後、質疑に入り、昨22日、質疑を終局いたしました。ついで討論を行い、採決いたしましたところ、本件は賛成多数をもって承認すべきものと決しました。なお、本件に対し、付帯決議を付することに決しました。以上、ご報告申し上げます。採決いたします。本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。この際、内閣提出特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を。